さん、どうも、ニグでございます。今回はですね、最強の棒、このヒノキの棒で、こちらにいるゾンビたちのバイオハザードを乗り越えられるか検証します。突っ込みどころがありすぎるんだが。ちなみにこのヒノキの棒、ドラクエではいらないもの扱いされてきましたが、私がこの手でマイクラに輸入した結果、ダイヤ剣をもしのぐ最強の武器になりました。なんと、ダメージ増加3万がついてしまったんです。いやー、さすがヒノキの棒、国産の力は侮れませんな。ドラクエ好きな皆さん、ヒノキの棒が脚光を浴びる時を一緒に見ませんか？けどこれだとヒノキの棒の本当の威力がわからないので、もっとゾンビを沸かせましょう。てかさ、お前何やってるの？お、ちょうどいいところに来たマリサ。今からね、このヒノキの棒でね、ゾンビさんたちをね、たくさん倒して、生き残るんだ。なぜその発想に至った？とにかく、大量のゾンビ相手に生き残るんだろ？チッチッチッ、甘いなあマリサは、グレープジュースより甘いよ。いやグレープジュース全然甘くないだろ。とにかく、ヒノキの棒で生き残るんです。ということで、バイオハザードができましたね。試しにこの中に、村人を1人入れてみたいと思います。これはひどい。あははは、楽しいな。ということで、バイオハザードの威力の検証はこのくらいでいいですね。ということで、戦いに行きたいと思います。今回使う防具はタッチカルフレームのタッチカル装備2でいきます。では、試合開始。さあさあ始まりました。ニグ対ゾンビ軍団との直接対決。実況は私、マリサがお送りします。ゾンビ軍団、数で攻めようとニグの落下地点にスタンバイ。そして戦いのゴングが鳴った。数で押し切るゾンビ軍団。まるでバーゲンセールに群がる人たちのよう。なぜそれに例えたし。だがしかしニグ選手、ゾンビたちの猛攻をもお構いなしに、一気一気着実に倒していく。四方八方どこを見てもゾンビ。ニグ選手、核に追いやられているようだ。いくら倒してもゾンビは群がってくる。おっとここでニグ選手、防具のモードをダッシュモードに変更。機動力で撹乱させようとする作戦か？さあ、この岩盤で囲まれた黒い箱に生い茂る不吉な青色。まさにバイオハザードと呼ぶにふさわしいこの混沌とした空間に立つ一匹の犬。そんなにかっこよくしても犬は犬なのね。戦いもいよいよ後半戦に差し掛かるところか、ゾンビの数も減ってきている。さすがはヒノキの棒、ドラクエの武器は格が違った。あのさ、思ったんだけど。死にすぎない？はい、ということで倒せましたね。ということで、いかがでしたでしょうか。さすがヒノキの棒は格が違ったな。この動画の評価が良ければ、次の動画も上げたいと思います。だからお願いします。コメント欄を温かくしてください。言い方が下手すぎる。ということで、皆さん、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントをしてくれると嬉しいぜ。あんたの方がこび方下手すぎるだろ。